2017年、高橋由伸監督の2年目になるこのシーズン、巨人は球団ワースト記録となる13連敗を記録しました。今回は、その13連敗の軌跡を振り返っていきましょう。このチャンネルでは、プロ野球、特に巨人を中心に、様々な動画を投稿しております。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。高橋由伸監督、1年目の2016年シーズンを2位で終えた巨人は、オフに大補強を敢行します。FA 市場で、DeNA から山口俊選手、ソフトバンクから森福正彦選手、さらに日本ハムから陽大館選手、史上初の FA 選手3名取りに成功します。そして、新外国人選手に、KC マギー選手、アルキメデス・カミネロ選手の2名を補強。トレードで、日本ハムから、元 MVP 左腕、吉川光雄選手の獲得と、近年稀に見る、大型補強を行い、優勝確実とまで言われます。そうしてスタートした、2017年シーズン。両選手の出遅れもあり、1番を中井大輔選手、2番を立岡宗一郎選手が務める打線は、得点力不足に苦しみます。それでも、菅野智之選手、マイコラス選手、田口和人選手の先発3本柱を中心に、投手陣が踏ん張り、5月24日時点で、首位と 2.5 ゲーム差の3位につけ、貯金も3という位置につけます。そして、5月25日、この日から悪夢の大連敗は始まります。5月25日、阪神戦、巨人の先発は大竹貫選手。初回に阪神のキャンベル選手に来日初ホームランを浴びるなど、いきなり4失点。3回6失点で KO されます。打線もメッセンジャー選手に1点に抑えられ、1対6で敗戦。連敗のスタートとなりました。5月26日、広島戦。巨人先発のマイコラス選手は7回途中5失点と広島打線に捕まります。打線も広島先発岡田選手に封じ込まれ2点しか奪えず敗戦。5月27日広島戦、巨人先発の宮國選手が4回途中7失点の大炎上。打線も広島先発栗選手に手も足も出ず完封負け。5月28日広島戦、3回に立岡選手のタイムリーで先制すると、5回には先発の田口選手の自援護となるタイムリーで2対0とリードします。迎えた7回、ここまで広島打線を0点に抑えてきた田口選手がエルドレッド選手にツーランホームランを浴び、試合は振り出しに戻ります。そのまま延長戦に突入した10回、巨人抑えのカミネロ選手が西川選手にタイムリーを打たれ、敗戦。これで4連敗となった。5月30日この日から交流戦がスタート。楽天戦、先発のエース菅野選手が5回8失点とまさかの大炎上。6回にはウィーラー選手に満塁ホームランを浴びるなど投手陣が13失点。交流戦最悪のスタートを切ります。5月31日楽天戦、この日も巨人は良いところがなく、先発の吉川選手は5回途中4失点で KO。 打線も楽天の5投手の継投に完封リレーを許します。6月1日楽天戦、プロ初先発となった池田選手が5回無失点と力投。打線も4回に村田選手がツーランを放ちリードします。迎えた6回、池田選手の後を受けた田原選手がわずか3球で同点にされ、さらに継投した森福選手が勝ち越しを許し、敗戦。これで7連敗となりました。7連敗中の巨人が貧打にあえぐ中、スポーツ新聞に一面でこのような記事が出ました。外国人枠の関係で2軍暮らしが続いていたクルーズ選手を1軍に上げるよう進言するような記事でした。この記事を真に受けたのかどうかは分かりませんが、高橋由伸監督は抑えを務めていたカミネロ選手と入れ替えでクルーズ選手を1軍に上げます。
しかし、この入れ替えが悲劇を生みます。6月2日、オリックス戦、先発、マイコラス選手が6回1失点と好投します。オリックス先発、西選手に抑えられていた打線ですが、7回に村田選手のツーランなどで4点を奪い逆転します。抑えのカミネロ選手が不在の中、8回を任された桜井選手が、2アウトからフォアボールを出したところで、由伸監督は我慢できず、代役守護神のマシソン選手をマウンドに送ります。マシソン選手は、この試合まで18試合連続無失点と、抜群の安定感を誇っていました。8回を難なく抑え、回またぎとなった9回も、簡単に2アウトを取ります。連敗ストップまであとワンアウト。誰もがこの連敗も終わりだと思いました。2アウトからオリックスの4連打。抜群の安定感を誇っていたマシソン選手が2アウトから捕まり同点とされます。そして延長に突入した11回、6番手の今村選手が勝ち越しを許し、痛恨の逆転負け。抑えのカミネロ選手を欠き、マシソン選手を甲斐またぎで起用した策が裏目に出ます。また、昇格してきたクルーズ選手は5打数ノーヒットに終わりました。連敗中の悪い流れを象徴する試合でした。6月3日、オリックス戦。ここまでリーグ防御率1位と安定していた田口選手をローテーションをずらして中5日で先発マウンドに送ります。しかし、T 岡田選手に3ランを浴びるなど、初回から4失点。6回に村田選手が満塁ホームランを放ち、追い上げますが、1点及ばず、敗戦。ローテーションをずらさず、翌日の試合に田口選手が登板していれば、オリックス山岡選手との高校時代からのライバル対決が見られたことで、それを期待していたファンから落胆の声が多く聞こえました。6月4日、オリックス戦、先発の宮國選手が7回3失点と力投。しかし、オリックス先発の山岡選手に8回4安打に抑え込まれ、敗戦。これでついに10連敗となりました。6月6日、西武戦、この試合に敗れると、球団ワーストの11連敗となる巨人は、エースの菅野選手が先発します。3回に、この日が移籍後初出場となった楊選手のタイムリーで先制。5対2と3点リードして迎えた6回。菅野選手が捕まり、同点に追いつかれます。7回には、2番手の桜井選手が3つのフォアボールを出し、満塁。代わった西村選手が押し出しフォアボールを与え、これが決勝点となり、ついに球団ワーストに並ぶ11連敗となりました。6月7日、西武戦、先発は吉川選手。再三ランナーを出し、5回途中2失点で降板。打線も西武の5投手の継投に6安打で完封負けを喫しました。特に何の見どころもなく、球団ワーストを更新する12連敗となりました。6月8日、西武戦、先発は池田選手。3回7失点の大炎上。中継ぎ陣も西武打線に捕まり、5回終了時点で0対12という展開になりました。これで13連敗、巨人の球団ワースト記録です。13連敗中の巨人は1試合の平均得点が 2.2 点、失点が 6.5 点と絶妙に投打の噛み合いが悪く、連敗を重ねてしまいました。この年の巨人は11年ぶりに B クラスの4位となり、初めてクライマックスシリーズへの進出を逃します。しかし、7月以降は41勝28敗と13の貯金を作り、シーズントータルでも4つの貯金を作っていることから、決して弱いチームというわけではありませんでした。投打のバランスが崩れ、一度歯車が噛み合わなくなると、治るまでに時間がかかるものだと思わされました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。